今日やるところ数動作ちょっと短めなんですけど、それを体の使い方に落とし込んでやるのちょっとぼんやり見といてください。今見て覚えようとか全然しなくていいんで、まあ、最初気をつけして立ってるところからふーっと息吐いて緩めて、右足に重心を落として、で片足立ちになって少しコア開いて逆に置いて、で重心少し落としながら真ん中に持ってきたら、ここから規制っていう動きで手を上げる、で肩まで来たら下げる、でここから少し意識を今度左方向に進んでいくので、ここでぐーっと開いて球体を作って一歩出て、でコアを緩めて矢を回転させて、ここで日本語で野間分相と呼ばれている動きですね。イエマ分相と中国語で言います。で一歩出る、コアを緩める、矢尾の回転で正面を向いて、でそれを3回繰り返したら、次半歩寄せて八角拍子という、まあ、白い鶴が羽を広げるみたいなですね。それで次に顔の前払ったら漏出用法という動きですね。これを右2回左1回という形で前に進んでいきます。でこれが3回目の時に、また足を右足半歩寄せて下から上げて、手記琵琶ですね。これは琵琶って楽器を奏でるようなその琵琶で、ここまで来たらまた次後ろ下がっていく動作入るんですけど、そこまではちょっと今日多分やらないんで一旦ここまでですね。でこれを別に息吐いて緩めて、右足に重心を落として、で片足立ちになって少しコア開いて逆に置いて、で重心少し落としながら真ん中に持ってきたら、今もも前のこの張り感じてると思うんですよね。これが地面に落ちた時にその跳ね返り、これをふーっとつなげるだけつなげて、で今もも前ぐらいとかで今足硬直してますね。でこれがそうだから今何をするかは分かりますね。ここはでこの鼠径部の脱から規制っていう動きで手を上げる、で肩まで来たら下げる、でここから少し意識を足の裏に仙骨を通して足の裏になりました。で結構あっちゃん今感じてますけど、はい、ここから来るのあとは、ここからこの手を引くとかじゃなくて、肋骨の収縮とこのっていう感覚で相手を導く、こうするとか引くとかも、相手が引いたらちょっとこう上半身が揺れるって感じで、こっちもちょっとなんていうかな、ブレるから引くっていうのを使う。それもやらずに軸に入って面を張り出す、ここまでつなげる、こういう感じこれをちょっとお互いに、これをこう落としても相手はこうして踏ん張れるのをここからこう落とすこれが名門からこうつなげる鼠径部のっていう感じ、はい、こう打ってみたい、こあ、この下に下に落とす、はい、下に、はい、ここからこれは耐える、この接触面変わらないけど、名門から体つなげる肋骨を閉じるっていう感じ、はい、自分は体の軸に入れる、名門から指先までつなげる、鼠径部を緩めながら
どこでも、ここでもここでも何でもいいですけど、グッとやると耐えれますよね。特に肘とかってしっかりこうつなげてたら耐えれますよね。で、例えば手前に引くとか、引いてるだけちゃうんかっていうのもあるかもしれないですけど、強く引いたって踏ん張れますよね。で、早く強く引いたらちょっと浮きますけど、でもその力、こっちも力み入るから、それを使わずにこの接触ぐらい、これね、左方向に進んでいくんで、ここでグーッと開いて球体を作って一歩出て、でクワを緩めて矢を回転させて、ここで日本語でノマ運送と呼ばれている動きですね。ここで感じてるのを相手にここで感じさせたまま、自分の鼠径部脱力して重心を左の方に移していきます。で、左に乗っていって、こっからって回転すると相手が動く、こうやってっていう感じですね、はいはい、結構安定感ありますよね、はい、っていう感じ、はい、足がこうずっていくぐらい強いですよね、はいはい、で、この圧をここで感じてる、ここで感じて拮抗している、はい、で、まだここで感じません、はい、でもこの辺が動いていってるのは分かりますよね。で、軸がここに立って、はい、で、ここからこう動かすのもうちょっと楽なんです。で、矢をそう、うん、さっきより動かしやすいんですよ、はい、そう、はい、今思いっきり力んで、こう肩とかやって、こうでこっちの足もこういう感じで、あれこうぶつかってながらこっちに移って、こっちに重心と全然気づかない、気づかないでしょ、はい、気づかれないように動かすのが、その太極拳にこうしている時のここのクワで沈んで先に動いてから矢尾が後からついてくる、あ同時にこれではダメですけど、こうそれが今のイエマフンゾン、中国語で言います。で、一歩出る、クワを緩める、矢尾の回転で正面を向いて、で、それを3回繰り返したら、次半歩寄せて八角拍子という、まあ、あの白い鶴が羽を広げるみたいな、ここに鼠径部緩めて重心乗り切って、どここに圧かけられてても、ちゃんと後ろだけじゃなくて前にも流れる状態保たれてて、で、そこから仙骨をグッと収めて、中心にちょっとまとまる感じになるんです。足がこう寄ってきて、で、そこから着地した時に全部が足の裏にふーっと落ちて、まあ、その緩みながら落ちたらそこで気が上がってくる感覚が起こるんで、その流れをちゃんとここまで通して、そこからコアの緩みと矢尾の回転でこっちに流す。で、そこまで行ってからこの手が開いて、この矢尾の回転が、鼠径部緩めたまま矢尾の回転で正面に戻していく。で、ここがこの手はちゃんと名門から張り出している部分から肘、手首、指先までが連動してつながって、気の巡りがずっと感じられて、例えばこういう感じのとこからの、ここでこのままやっと入られるから、ここの接触点を足の裏に流してるんですよ。で、そこからここで今ので軸ちょっとぶれるでしょ。これを手でこうやってやっても肩とここのぶつかり合えないけど、こうして地面のこの接触点を地面とつなげておいて、で、こっちから矢の回転が加わるだけで相手軸取られるんですよ、うん、で、このふーって、で、その一瞬だけ相手がこうぶれたところからこう戻るところの、これがこの八角拍子のこうなる瞬間のこのこれなんですよ、はい。で、それが半歩寄せてこうなる時のこの手は足の裏とつながってて、矢尾の回転によってこの手がこっちにちょっと入るでしょ。で、そっから戻る形でこうなる、はい。人、まあ、あのこれ立てるっていう場合と、指先をこっちにこう向けて、霧の巡りをそっちに向けるっていうやり方といろいろあるんですけど、はい。その時にこの流すっていうのが相手の接触点にこう、そう、この瞬間にここが
でこれをこう返そうとしたらぶつかりが起こる。でこれじゃなくてこの接触はぐーっと連動させておきながら重心は軸を通して足の裏で、ここからこう、この、まあ、こっちからの攻撃もちゃんとさばけるように手は添えてあるね。ここからこの感覚で、ここで相手の軸がぶれたところからの、うん、まあ、実際は足動かさないでその位置でこうやるのは一瞬でここの位置から回転からこの距離に入ってるからなんですけど、でここでね、はい、であとはこの出し方もただ単にこうせっかくここつなげてやっても手これ手打ちやったらもったいないんで、こことここがつながる状態で出す。まあこれちょっと危ないんでこう振り抜かないですけど、はい、でそれで次に顔の前払ったら露出用法という動きですね。これを右2回左1回という形で前に進んでいきます。でこれが3回目の時にまた足を右足半歩寄せて下から上げて手記琵琶ですね。これは琵琶ってあの楽器を奏でるような。